探すしかねえだろう。武装な姉ちゃんが財布持ってんだし。そうですね。ユーシーさん、おーい、武装な姉ちゃん、どこだ？その声、ルリアさんに B さんですか？武装な姉ちゃん、こんなところにいたのかよ。安心しました。どうしたの？そんなに疲れたような顔をして。武装な姉ちゃんがいなくなったから心配して探してたんだよ。それにオイラたちの財布を武装な姉ちゃんが持って、何してんだ？何って、シャバに来てるのだから買い物に決まっているでしょ。それで店主、この値段でよろしいのですか？はい、それで十分ですよ。お金がいっぱいです。おい、そんな大金で何を買うつもりなんだよ。壺よ。何でも持っているだけで幸運に恵まれるらしいわ。幸運に恵まれるならこの程度の値段、安いものでしょ。幸いこの間の依頼で入ったかすりで十分買える値段だしね。わー、すごいですね。持っているだけで幸運になるなんて。待て待て、ルリアも武装な姉ちゃんも。どうしたんですか、 B さん。どうしたの、そんなに慌てて。詐欺、つまり幸運を呼ぶというのは語りだと。いきなり現れて何言いやがる。どう考えても詐欺だろうが、そんな壺なんてあるわけねえだろう。っていうか、そのひでえ値段はなんだよ。うるさい、いいからさっさとこの壺を買え。買うわけねえだろう。買わないのならこっちにも考えがあるぞ。おいおい、どうしたんだよ。なんか面倒ごとかよ。ねえお客さん、痛い目には遭いたくないだろう。ならどうすればいいかわかるよな。おいおい、詐欺の次は脅迫かよ。脅迫？あくまで交渉だよ。さあ、お断りさせていただきます。詐欺行為だけでも許しがたいことだというのに、なのにケツ持ちまで使って這い出しをかけてくるとは。どうやらあなたは人としての仁義すら持たぬ様子。そのようなものには情けをかける義理はありません。その落とし前、しっかりとその身で取ってもらうとしましょう。人が優しくしてれば調子に乗りやがって。おいお前ら、高い金払ってるんだ、その分働いてもらうぞ。分かってるって。金の分はしっかり働くさ。じゃっと痛めつけるとしますか。頭にそのような大物を垂れるとは、どうやら身の程というものを知らぬようですね。所詮は戦したですか。いいでしょう、同じ筋物として可愛がってあげます。話になりませんね。こいつらこんなに強いなんて聞いてねえぞ。ただの客じゃねえのかよ。この程度でケツ持ちをしているとは呆れてしまいますね。いいえ、あなたにとっては
分相応というものですか。さて、どう落とし前をつけてもらいましょうか。俺が悪かった。もうこんなことはしない。だから助けてくれ。それは危険の嘆願というものです。あなたは仇を騙して上がりを得ていました。その報いはしっかりと受けねばなりません。その身をもって頼む。息苦しい。筋物として覚悟を決めなさい。それに先ほど私は言ったはずですよ。あなたには情けをかける義理もないと。可変する武器に義理人情なんて綺麗事を抜かすエルーン。おい、まさかこいつ、あいつが言っていた例の潰した組の一人娘か。おい、それがマジなら早くボスに伝えねえと。その言い様、まさかあなたたちはあいつのことを知っているのですか。おい、逃がぞ。ケツを割りますか。しかし絶対に逃がしません。おい、武装な姉ちゃん。待ってください、ユーシスさん。一体何がどうなってんだよ。分かりません。あんなユーシスさん初めて見ましたし。とにかくユーシスさんを追いかけましょう。でもこいつだけは憲兵に突き出しておかないとな。おい、武装な姉ちゃん。ユーシスさん囲まれてます。随分と舐められたものですね。この程度の人数で私を的にかけ切り込むなど、身の程というものを知らないのですか。大物を垂れ徒党を組んだとて所詮は三下。私の敵ではありません。お前こそいつまで大物垂れてるつもりだ。戦いは数なんだよ。そのようなことだからあなた方はボンクラなのです。仕方ありませんね。同じ筋者としてその過ち正してあげましょう。感謝してくださいね。私自らの手でしごいてあげるのですから。ちょ、武装な姉ちゃん待ってって。一人で突っ込むなんて。ユーシスさん。しょうがねえ、オイラたちも行くぞ。いくら武装な姉ちゃんでもこの数はヤバいだろうしな。はい、ユーシスさんを助けましょう。黙っててくれる。ユーシスさん、どうしたんですか。なんだかその怖いですよ。そうだぜ、武装な姉ちゃん。ごめんなさい。それではあいつのことすべて歌ってもらいましょうか。ああ、だんまりを決めたいのであれば構いませんよ。ただし、その時どうなるかは、説明するまでもないですよね。やめてくれ、俺は知らないんだ。なるほど。黙秘するのですね。
本当に知らないで、ボスからそう言われただけで、だから。そうですか。では質問を変えましょう。そのボスとやらはどこにいるのですか。なるほどな。お前があいつの言っていたやつか。あなたはボス。なるほど、あなたがボスですか。これは手間が省けましたね。では単刀直入に、あいつはどこにいますか。俺が素直に答えるとでも思ってんのか。いいえ、ですが早く答えることをお勧めしますよ。あなたも空に沈みたくはないでしょう。言うねえ。さすがあの組の一人娘だな。にしてもあいつをそこまで必死に追いかけているとは。やっぱ復讐か。あなたには関係のないことです。そういう割に怒りで体が震えてるぜ。でもまあそうなるのも当然だよな。なんせあいつはお前の組を裏切った潰した原因を作ったやつだもんな。組？潰れた？復讐？一体どういうことだよ。え？なんだ、お前らこいつの仲間なのにそんなことも知らねえのか。こいつはな、とある町を占めていた騎士団ディートリア組の頭の一人娘なんだよ。まあその組も俺たちの親組織との抗争で潰れちまったがな。そんでこいつが目の色を変えて探してるあいつってのが組を潰した直接の原因ってわけだ。ユイシさん、武装な姉ちゃん。それにしてもこいつは傑作だよな。お前の組には家族には絶対の信頼を置くなんて誓いがあるって聞いたぜ。だったりやのにその組の一人娘がそれを率先して破ってるとはな。普通なら絶縁者だよな。破ってなどいません。隠し事をしてるってこと。仲間を信頼してねえってことだろうが。それはまるであいつと同じだな。仲間だなんて口先だけで抜かすあいつと。貴様、バカが、撃て。矢を切り落としやがった。何驚いてんだよ。武装な姉ちゃんが言ってたことだろ。杯を交わせば皆家族であり、いかな状況であっても全身全霊で守るってよ。だけど私は仲間に、家族に隠し事をしていて。隠し事とかそんなの関係ありません。ユイシスさんは私たちの大切な仲間です。まさか一目損なうとはな。仕方ねえ。おいお前ら、こいつらを叩き潰すぞ。はい、来るぜ武装な姉ちゃん。ええ、結局武装な姉ちゃんの探し人の情報は得られなかったな。そうね。くそ。
それではあいつのこと全部歌ってもらいますよ。あいつならその狡猾さを気に入られて親組織に引き抜かれていったぜ。えらく素直に答えるんだな。嘘言ってんじゃ。手のついた嘘をつく理由もねえだろ。それに今言ったことぐらいじゃ俺も知らねえしな。そうですか。それではもう一つ問わせてもらいましょう。襲いかかってきたボンクラどもが私を探していたかのようなことを言っていましたが。親組織からお前を探せって言われてたんだよ。その理由までは知らねえがな。それでよ、武装な姉ちゃん。あのボスが言っていたことなら全て本当のことよ。私のうちはとある島を占めていた騎士団ディートリア組の頭の家系だったの。でもあの日あいつが裏切ってうちの組や皆は。だから私はあいつを探して旅に出たのよ。私自身の筋を通し頭として組を再興するために。そして私のうちを組を潰した落とし前をあいつに取らせるために。武装な姉ちゃん。ユイシスさん、ごめんなさい。杯を交わせば皆家族であり、家族には絶対の信頼を置く。そんなことを言っておきながら私自身が隠し事をして信頼できていなくて、その上頭や皆に迷惑をかけて。そんなの気にしなくていいぜ、武装な姉ちゃん。はい、私たちは仲間なんですから。ありがとう。でも筋はしっかりと通さないと。自分の落とし前は自分でつけるわ。うわぁ、やめろって。そうです、そんなこと誰も望んでません。あなたたちが良くても私が許せないの。これは私の侠客としての矜持だから。別の方法、つまり散らすなら鉄砲玉や勝ち込みをかけて散らせ、そういうことね。いいわ、なら私のこの命頭に託すわ。だから頭の好きに使って。それが私の落とし前よ。だあ、なんでそういう物騒な考え方しかできないんだよ。何を言ってるの。これが任侠の常識よ。そんな常識初めて聞いたぜ。あ、そうだ、武装な姉ちゃん。何？言い忘れてたけどよ、オイラたちも武装な姉ちゃんの目的手伝うぜ。はい、私たちは仲間で家族ですから。だからお手伝いします。頭、B さん、ルリアさん。あ、でも危ないのは止めますからね。ありがとう。私もあなたたちのその人情に応えられるよう粉骨砕身の息であなたたちに尽くすわ。